はいどうも、ピーちゃんと申します。皆さんプロスペースやっていますでしょうか。ということで今日は何をしていきますかの前に、皆様全国大会お疲れ様でした。走った方本当最終日までお疲れ様でした。今大会もすごく楽しかったです。まあね、すごく楽しかったって思えるのも、まあ大会期間中はできるだけ生配信をして、大会をやろうと思ってて、たくさんの同説、温かいコメント、応援コメントたくさんもらって、それが励みになり、楽しかったんだなと思います。今大会もすごく楽しかったので、次の大会はもっと楽しめるように、もっと楽しんでいただけるように、全力を尽くしますので、皆さんもぜひまたよろしくお願いします。ということで本当に応援ありがとうございました。で、あと順位の方はですね、まあ正式な、順位が多分明日かな、正式に発表されると思うので、その時にまた報告できたらなと思います。本当にありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。はい、ということでここから本題です。本題というか、まあここからです。今日は何をしていきますかと言いますと、全国大会中熱く盛り上がった試合、熱盛りな試合をピックアップ。はい、ということでエンジョイ勢Pちゃんでも何試合か熱く盛り上がった試合が、できた試合が何個かありまして、まあそれをねピックアップして今日からまあ何個か出そうかなと考えてます。まあ今日で終わりかもしれないんですけど、一応、考えております。ということで、今日はまず熱く盛り上がった試合、熱盛りの試合の1試合目です。ということでもう見ていただきましょう。チェッケラ熱盛り。もっとちっちゃくていいかもね。千賀さんでそのモサたち勝ててない結局。アイカンまたペンでしょうけどね。キャッチャーがそのいい球を引き出すことができるのか見ましょう。ちょっと甘かったね今の。なんでさ、球審とか球伝の方にはあれが通用したのにさ、名人には通用せんの。やっぱ得意不得意か。ごめんなさい、自分千賀さんダメ。広角出てない。うわマジか、なんか外角とかも無理やったか。ちょっとカウント悪かったね。モサに通用するやつクロートに通用せんそれなんやかねマジで。マジで謎よね。プロスピ七不思議に認定しよう。これめっちゃコースに逆らうバッティングって本当その通りよ。バイトのはずなんやけどな。力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。バッターボックスは3番マリ。ソフトバンクの正面ばっかや。ライトへ打球伸びる。バッターボックスそこの基準がようわからんな。帰ってきて。無理か。ここでやるのかって。
ンツピッチャーが変わります。この下にカーソル入れとるのに上がらんはあるあるよね。ボールヒットされるね、確かに。うん、あれあれやな。インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。もっと慎重になればよかった。うわー、初球ってかフォークもったいなかった。テンチョイとかなくのは3回の表ジャイアンツの攻撃、バッターは9番に入っている菊池。ホークス1点ビハインドで迎える最終回です。そこで最終回のマウンドに上がってきました。まあここをね、ゼロでいけば勝利の可能性はぐっと上がりますね。はい、まだ点差は1点。最後の攻撃に託すためにもきっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。マジで伸びていく。どうだ、入れば貴重な。いやもうミスってる。ですよ、難しいボールでも長打にできる楽しいバッターですね。負けるのきついな。もう笑いが出る。チャンネル登録ありがとうございます。さあそしてバッターボックスには坂本が入っています。さあランナーを超えられませんから、なんとか踏む。あ、初回ってか一回打たれるとね、止めれんよな、なかなか。タイピンカー見てなかった。次が2球目。こちらも打っていった。さあそして打席には城島が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここはまあ岡田さんなら大丈夫でしょう。なるほど、そうですね。ちょっと2点取りたいな、これ。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。バッターは9番に入っている城島。ちょっと頑張ります。バッターボックスには代打の吉田。7分だったら明日頑張ろう。マウンドに上がる。俺もね、明日が最終日になるけんね、実質月曜日できんじゃん。
パトナーちゃんねえけど。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がる。バッターボックスには代打の坂本。全集中。外角は流す、外角は流す。落ちた。よかった、先長川さんじゃなくて。菅野さん、いや菅野さんやっぱ強いですよ。まあまあまあ、OKOK、追いついただけでよかった。あった、あった。俺、しましまのキャッチャーなんかおらん。しましまのキャッチャーなんかうちはおらん。岡田さん、頑張って。よし、タイピン用があった。用が回したタイピン。どうしても期待がかかってしまいますよね。ここはね、試合の流れを左右する大事な場面ですよ。そうですね。さあ、まずはランナーを返すことに集中したいところ。さあ、2球目は何か。ここはフォローを出したいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。インサイド打った。いや、ノーバンで取らんでいいやん、それ。落としてサード、スタンド、ファーストに当たって。いるよ、だめ。
曲げてきました。まあインコースのボールに差し込まれないように気をつけたいですね。インコースに切れ込む変化球。さあ次の投球で中央通りのゲッツーに仕留められるんでしょうか。ストライク。インコース高めの変化球、これは手が出ません。ストライク。際どいところ見送りましたがストライクです。はい、ボールなしにからセンターの奥まで持ってきました。ゲッツ、あっ、引っ張り警戒じゃなかったらゲッツーヤンキー。あほう、怖いバッターが続きますね。さあなおもピンチが続き満塁の場面。まあここをしっかり抑えて味方の勝ち越しを呼びたいですよね。なるほど、そうですよね。おい、そうですよね。はい、変化球が決まっています。お相手の方も相当窮地に立っております。うわ、ボール球でいいって。あぶねえ。まあよかった。いや、ファースト踏んでホームで間に合うわけないじゃん、バース今の。どう考えても。ファースト初心者。グッド。ちょっともうダメだ。ここから継投しよう。ファースト。長川さんか。今の頭脳プレーじゃない、めっちゃ今のめっちゃ頭脳プレーじゃない。ランナー走らせてセカンドショートがセカンドに寄るところで遠崎さんが流し打ちでセカンド1・2塁間を抜くっていう、気持ちいい。そんなことせんよ、スクイズなんかせん。大丈夫、思い切って勝負してこい。せんてスクイーズなんか。大丈夫ってせんて。ちょっとしてやろうかな。うわー、今の分からんかった。いつなのこれ。20、20、20、知らんか。
行けばよかったな、今の。本当よね、逆にしたくなるよ。このフォアボールポイントでかいよ。もう代打おらんけ、俺ホームベース上でも。よかった、危ねえ。気持ちよかった。今の